二つのカバン、夢の旧作。小さなカバンと大きなカバンと、二つ店に並んでおりました。大きなカバンはいつも小さなカバンを馬鹿にして、お前なんぞは俺の口の中に入ってしまう、と冷やかしました。 二つのカバンは同じ時に同じ人に買われて同じ家に行きました。すると小さなカバンの中にはお金や何か尊いものが詰められて人間に大切に抱えられて行きます。大きなカバンはあべこべにつまらないものばかり詰められて荷車に積まれたり投げ飛ばされたりしておりました。 小さなカバンは大いばりで大きなカバンのいくなしと笑っておりました大きなカバンは大層口をしがって自分をいじめる人間を恨んでおりましたある日大火事があってこの家の人が逃げ出す時衣服と一緒に小さなカバンを 大きなかばんの中に入れて逃げ出しました大きなかばんはここで敵を取ってやろうと思って火事が済んだ後で人が開けようとすると口をしっかりと閉じて中の小さなかばんを出すまいとしました人間は大層困っていろいろやってみましたがどうしても開きません このカバンはダメだよ。口を開かなきゃカバンの役に立ちはしない。中の小さなカバンが入りうだから仕方がない。こうしてやろう。と言いながら横っ腹を切り破ってしまいました。